で 0.12.12 が実装されて1ヶ月ぐらい経って、まあ、一番大きい調整がライトハウスの追加、新マップ、まあ、ライトハウスはもう相当うまいし、まあ、あと感性の追加か、まあ、俺もね感性そんな気になんないわ実際のとこ。まあそう、あと弾道の変更とか、まあ、フルオートの弱体化とか、まあ、弾道の変更は、まあ、あんま分かんないね。まあでも遠距離から、マジで遠距離から狙撃した時に、あーパワーロスってるなみたいなのはあるよね。一発で死なないこととかあるし、フルオートの弱体化はマジででかいね。今までやっぱ強かった弾とか連射力が高いとか、そういうところでごまかしてたちょっと反動の強い武器がきつくなったよね。まあ、4号ベクターとか MP7 とかエースバルとか、まあ、その辺マジできつくなったね。まあ、あとマーケットに高い防具とかが出せなくなったのがあるよね。これはマジでいい調整だね。今今シーズンやっぱ装備、強い装備、マーケットで買えないから、みんなやっぱ結構長いこと遊んでると思うし、楽しい時間増えてるよね。俺もこの時期だったら6のアーマーとか使うけど、やっぱまだ使ってないし、全然。これはマジでいい調整だよな。容赦の対策とかにもあるし、RMT の。こう、ゲームの、ワイプ直後のその賞味期限みたいなのが、カーブが緩やかになってるよね。すごい。マジでいい調整だと思う、この辺。だから今シーズンのパッチ、正直かなり評価高いわ、俺の中では。今シーズン結構装備、今までで一番多かったのかな、装備の追加が。装備の追加と、まあ、アイテムの追加はほどほどだけど、武器の追加が今シーズン本当に多くて、まあ、ちょっと気になる装備、武器、アイテムとかとかをちょっと見ていければなとは思うんだけど、でまずちょっと新武器、武器から見ていこう。まず武器、ここにあるのが全部今シーズンの新武器なんだけど、まあ、MTS からいくか、まあ、これはね正直俺全然使ってないからあんまり評価下せないんだけど、まず弾を込めるのがめんどくさい。まあショットガン自体もシングルとダブルアクションにできる、まあ、落ち着いてるから初心者とかは意外と使いやすいかもね。シングルでこうやって落ち着いて打ってっていうのできるから意外といいかもね、初心者とかには。まあ買ってまで使うほどかなとは思うけど、エルゴが結構高いのもいいな。まあ、リロードはマジで遅いけどな。まあ基本的にロマン武器だよね、やっぱ。ちょっとね、カチッてこう、トリガーを引いてから、やっぱね、遅いのよ、弾が出るのがなんとなく。感じがするんだよね。まあだから、まあ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 悪くないけど、まああんまり使う理由にはあんまならなさそうだけど、まあ一応モアがねショットガンの中だと多分一番高いかもしんないからスラッグ運用はできると思うけど、まあ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 、すげえこんな風になってるんだっていうか、好きな人は使ってねって感じだね。こいつね、ダブルバレルね、ダブルバレルはね、マジでいいね、これね。初心者も、使えるし、ダブルタップとシングルファイヤーがあって、シングルファイヤーだと、まあ、使いやすい。ダブルタップだと、マジでヒットアンドアウェイって感じで。これ、新時代のケースだね、これマジで。これ、いい武器だと思うけどな、俺。俺これ、未だワンパンされたことないけど、普通にワンパンできると思うから、マジで怖いね。裸がこれ持ってんの結構怖い。ほんで、ハンドガン。USP ね。このハンドガン結構強いよな。弾が、1045ACP だから、AP 使えるのがかなりいいね。まあ、57と、まあ、57の方が強い弾使えるけど、まあ、似たような立ち位置だろうね。まあ、ハンドガン好きな人は、音も結構かっこいいし、使ってみるといいかもね。武器見た時の、この、クリック音もいいね。カチッっていう。次が、
マークスマンライフルの G28 だね。これはねかなり性能いいね。ちょっと現状交換 と、イエーガーの店売りしかなくてちょっと高いけど、でもかなり使いやすいマークスマンライフルの部類だと思う。エルゴも高いし、これ店から買ったそのまんまなんだけど、まあフォアグリップとかも変えたりしてまだまだこれ伸びる性能だし結構いいね。ただちょっとねでかいんだよな武器が。右側マジでね遮られちゃう視界。ノンカスでもこんぐらい使えるからマジでこれいい武器だね。正直これね結構いいね。 SR25 とか今シーズン俺かなり強くて使ってるけど同じぐらい好きだわ G28 で。これだね、まあ、今シーズンやっぱこの2本が一番追加アイテムとしては、まあ、注目されてた銃だよね。マーク16個とスカーライト、まあ、M4 と同じ弾だけど、まあ、性能的にはね MDR がまあ近いんだけど両方とも、まあ、拡張性がそんなになくてレートもまあ MDR と同じぐらい、また一緒かな。でエルゴもね実はそんなに高くないんだよな。だから意外と性能としてはまあおとなしめの印象。結構ねリコイルもきつくて、まあでも俺ちょっとスキル上がってるから撃ちやすくはなってるけど、まあ、結構暴れる印象のある銃だね。この 5.56mm の銃って結構やっぱ強豪がいっぱいいるから AK101 とか、まあ、MDR もそうだし M4 とかもそうだし、まあ進んで使う武器にはもしかしたらならないかもね。こっちのマーク16の方はね、こっちはねいっぱい代わりがいるからなかなか好きな人しか使わない可能性は全然あるね。で肝心のマーク17、こっちはね正直かなり強い可能性あるねこれね。今シーズンフルオートのナーフで MDR の黒がかなりリコイルがきつくて使いづらいんだよね。でもこのマーク17は性能的にはね結構リコイルコントロールできるんだよね。だから前のシーズンまでの MDR の黒みたいな感じで使えると思う、カスタマイズすると。だから今シーズンはこの 7mm フルオートで撃つ銃は多分 MDR の黒じゃなくてカスタマイズしたスカーだと思うね、使うんだったら。エルゴはねちょっとそんなに高くないから、イメージ的には前シーズンのエルゴの低い黒 MDR か強かった頃の SA58 にちょっと近いかも。まあ、SA58 ほどなんかこうパワーがある感じではないけど、でも相当強いと思うねこの銃は。まあ、こんな感じで武器はまあこの辺が追加されて、俺は特に、ダブルバレルが初心者におすすめで結構いいなって思ってるのと、これ G28 がかなり扱いやすくていいね。あとマーク17がかなり強い可能性があってグッド。であとグレネードだね、今シーズンこれねマジで猛威を振るっている。まあ、俺ちょっとまだ殺されたことないんだけど、これインパクトグレネードっていう投げて着弾と同時に爆発するグレネ、ね、RGO の方が爆発半径がでかくてダメージが低いって感じなんかな。で RGN の方が半径狭いけどダメージはでかいって感じ。まあどっちもね正直ね軽く使えるグレポンみたいな多分感じだと思うから、イメージ的にはまあグレポンよりは使いづらいけど、まあ、かなり強いんじゃないかなとは思うねこれね。チームで運用したらめっちゃ強いだろうね、パーティープレイとかで。そう今シーズンそうグレネードね投げるときに一回取り出さないといけなくなっちゃったから、特にパーティープレイがすごい強くなって、パーティーでやるときにうまくこうグレネード使えるチームは強いだろうね。今みんなあんまグレネード飛んでくると思ってないから、これも結構猛威を振るいそう。今もう交換しかないけどね、悪くない。まあ
できればもっとなくしてもいいかなと俺は思うけど、もしくは高くするかね。武器はこんなもんかな。あとは防具かな。防具は3種類、実用的な装備だと3種類で、ヘルメット1種と、アーマーリーグ2種。まずヘルメットだね。この NFM H ジェルムアーマークラスが3で、耐久65のコンバインドマテリアル。一応バイザーがつくっぽい。まあ、つけると多分 LZSH みたいな運用になるのかな。 LZ よりもまあ耐久高いからいいのかなとは思うけど、あー LZ よりもステータスマイナスが少ないっぽいな。ターンスピードがマイナス2%になるだけだ。あーでもリコシェットチャンスがハイだね。 LZ はミディアムだから、悪くないかもね。結構意外と悪くないかも。ただドロップが多分レイダーがとかが持ってるだけっぽくて、販売はないっぽいね。あー結構悪くなさそうだねこれは。デバフも少なくて弾きやすくてバイザーもついて、まあ結構安定供給されるんだったら LZ を使ってる人はこっち使った方がいいかもね普通に。であとちょっと今品切れで変えてないんだけど、ラグマンの2からの交換に新しいアーマーリーグがついてて、あできてて、このイーグルインダストリーズ N マックプレートキャリアレンジャーグリーン、これねめちゃめちゃ優秀だね正直。あの比較対象になるのはこのよくみんながエコラウンドで使うような 6B3TM なんだけど、同じ耐久 6B3TM と同じ耐久で、でね価格も実はね同じぐらいなんだよね。この新しいソーイングキットが3万円ぐらいだったのと、リップストップで5万ぐらいで交換できて、でしかも 6B3TM より高性能なんだよなこれ。まずデバフが少ない、デバフが少ないじゃん。で材質もこっちのがいい、ポリエチレンだから。で重量もこっちのが2キロ軽い、これめっちゃ強いなっていうか。で中身もこっちが 6B3TM だけど、これマジででかいからな。これ優秀だな、めちゃめちゃ。まあそうだね、保護部位が少ないけども、まあでも、逆にこれ、いや、これね、逆に、こっちの方がいいよ。保護部位が胸だけなのはね、こっちの方がいい。そもそも、このアーマー着てくときって、エコラウンドだから、最初の戦いの弾を防げればいいだけなの。でもこいつってさ、腹まで守っちゃうから、結構、いろんなカス玉とか吸って耐久なくなっちゃうんだよ。でも、逆にこいつは、腹守んないから、胸だけ、急所だけを守れるから、40のその、ポイントを無駄遣いしなくて済むんだよね。これはね、逆にこっちの方がいいよ。正直。用途的には。これはね、いいアーマーリグだね、正直。初心者の今後スタンダードになると思う。かっこいいしね、外見も。いいよね。まあ、問題はそうだね、在庫があんま多くないのかな。結構俺もさっき交換しようと思ったら品切れだったから、これはねいいアーマーリグだね正直。一番いいかもね防具の中の追加で、これおすすめです皆さん。でもう一個がラグマン3の交換にあるこれだね、ファーストスピアストランドホッククレートキャリアリグ。これも追加されたアーマーリーグで、ただこっちはねちょっと微妙かな。アーマークラス4で、まあ、交換材料は、まあ、さっきのよりちょっと高いぐらいなんだけど、耐久が45ポイントでアーマークラス4、材質もアルミニウムで胸と、股間を守ってるんだけど、まあ、ちょっとね3ラグマン3でこれを使うことは、まあ、あんまないかなとは思うね、まあ、だからこれはねあんま気にしなくていいかも。レイダーとかがこれ着てるんだけど、レイダーとかが着てるときに圧縮用にまあ持って帰るぐらいかもね。まあそうだね、一応サイガの運用ができるっていうのは利点かも。サイガ使うときにサンマスマガジンを使うときにまあ使うのがいいぐらいだね。